ここが何天門か。すげえ迫力だぜ。見てる場合じゃないわ。今は天帝様に彼らのことを報告するのが先よ。姉弟子がどこにいるかわからないわね。三階宝衛で勝ったかどうかも。あれは幻覚だったんじゃないか。まあいいや、あそこに子供が二人いるぜ。臨床殿までどうやって行くのか聞いてみっか。参加するんですか？でしたら手形を見せてください。違うわ、あなたたちは南天門の門番の童子たちかしら。臨床殿へ行きたいんだけど、道を教えてくれる？夜たちが門番の童子？笑っちゃうわ。こら、夜、初めて会う人たちなんだから、僕たちを見たことなくても当然だろ。何者？聞いて驚け。見て。なんだっけ？とにかく夜たちは先代の天神副儀に仕えていたの。天神副儀ってことはもう運満祭ってことじゃない？でも美味しいものをくれれば力になってあげてもいいわよ。先代の天神の童子がそんなにすごいってのか？何歳だろうとただのガキじゃないのか。何言ってるの、すごいに決まってるでしょ。話してるところ悪い。日遊神様、夜遊神様、事件だぜ。どうした？天帝の命を受けて天帝閣議に伝える。妖怪が天帝に忍び込んだ。三階宝衛は中止、各戦級は警戒せよ。遊びまくろうと思ってたのに。二人とも今日は怪しいやつを見かけなかった？うん、二人いるわ。ほら、あの人たち。誤解だ誤解、不審者なんかじゃない。ちーっとも不審じゃない。あなたたちは三階宝衛に出るのなら手形を見せなさい。使者が案内してくれるわ。どいて、夜だと捕まえてやるわ。こら、話を聞け。雷撃！油断したね。邪魔するやつはぶっ飛ばすだけよ。待ってください。戦うのはやめましょう。おおよその正体はつかめました。あなたたちが使ったのは宝寸山の魔術ですね。つまり守護大祖師と関係があるのでは？特にあなたは馴染み深い感じがします。前にどこかで会ったことは？会ったことはないわ。天帝へ来たのはこれが初めてだから。お師匠は守護大祖師だけど、今日ここへ来たのは天帝様に報告するためだし。今天帝はあなたたちに会えないかも。それに姉弟子が三階宝衛に出たの、危ない目に遭ってないか心配で。入れてあげて。けどなぁ、日遊神様。大丈夫、何かあったら僕が責任を取るよ。みんなありがとう。それから夜遊神も、今度会ったら姉弟子が作ったお菓子を持ってくるわ。きっと気に入るわ。本当？約束よ、絶対忘れちゃダメだからね。
来てここに。それは、あら、抜け出してきたみたいね。このことはしっかり覚えておくわね。彼らはお前を迎えに来たのか。であれば、私たちはここで失礼する。ちょっと待って、次郎神君、毘沙門天様、天帝様に報告することがあるの。あの霊山を裏切った彼らよ。カウンドウでお坊さんを殺してたの。悪事ばかり働くあの彼らが、人外で人を殺し天帝でも暴れるつもりか。必ず霊老島に放り込んでやらねばなるまい。だが事の真偽も念入りに調査せねばなるまい。万一に備え、そなたたちには天宮から避難してもらわんとな。次郎神君、毘沙門天、妹弟子ちゃんを天帝に会わせてあげて。何があろうと本寸山が責任を持つわ。この目で見たことなの、嘘じゃない。どうか天帝様に会わせて。そんなに臨床殿へ行きたいのなら腕前を見せてもらう。天宮は警戒中だ。お前たちが立ち向かうのは本物の大妖怪。自分すら守れぬのなら何を言っても無駄だ。ならシン君に教えてもらうわ。弱き者を虐げるのではない、強き者へ試練を課しているのだ。全力で来たまえ。先陣。天の掟に背くかならば消えるがよい。王子。明月それて飛燕英雄天下。みんな行くぜ。花吹雪となり一切の痛みを癒やさ。